すっごい眠くなってきた。めちゃめちゃ広い。おはようございます。朝になりました。今からですね、朝食に行ってきたいと思います。前回来た時ね、みんな朝寝坊してご飯食べれなかったので、初めての朝食です。ご飯を食べた後はね、温泉にね入りますから、客室と大浴場行きます。では行きましょう。ここが朝食会場ですね。はい、こちらが朝ごはんです。朝ごはんもね、バイキング形式でね、好きなものを取ってきたんですけど、なんとなく洋食がちになりますね。ちょっと早いんですよね、時間が。7時からこの8時半の間にここに入らないといけないから、ほんと早起きしないと来れない。うまっ。今日はね、この朝食を食べた後に、まだね、客室の温泉の方をちゃんと取れてないので、そこにちょっと入って皆様にね、お見せしようと思います。そしてその後は大浴場ですからね、2つ目の大浴場です。ここね、めちゃめちゃ広いところなんですよ。山の湯に入ります。ここの朝食もね、おかずがね、本当に多くてね、もう美味しいものがたくさんあります。ではね、この朝食をちゃんと食べて温泉に浸かりに行きたいと思います。行ってきます。たらふく食べてきたので、今から客室の温泉に入ろうと思います。ちょっと今食べ過ぎてお腹が半端なんですけれども、ここ入ったらあと大浴場に入りますのでね、さっさと入りましょう。はい、では一瞬で着替えました。こちらのね、脱衣所もね、なかなか綺麗になっておりましてね、ドライヤーもきちんとね、配置設備設置されております。昨日使ったので、ちょっとアメニティとかもちょっと荒らしてしまっているんですけれども、こんな感じの新しめな、2021年の12月にリニューアルオープンされたところらしいです。では入りましょう。あ、段差がありますのでね、注意してくださいね。ここから外見えるんですけれども、もう雪やばやば。昨日は雨だったのに今日は大雪です。やばいですね。これは無事に帰れるのでしょうか。では掛け湯をして、あ、OK、はい、入ります。あ、ダメだ、うまく掛け湯ができない。すっごい寒い。これ全部開けたら絶対寒い。あー、よいしょ。あ、なに、こんなに開かなかったけど。うん、雪がすごいですね。高さがね、高いので、この景色をね、眺めながらこうやって入るのもなかなかね、いいですね。昨日の夜も入ったんですけれども、もう真っ暗でね、お外何も見えなかったから。すっごい眠くなってきた。朝ごはん食べてこんな、さあ外の気持ちいい。
風をね浴びながらさ温泉に入るのは本当に眠い。昨日の夜にですねニコニコライブ有料チャンネルの方にてねここで温泉ライブをしたんですよ。ニコニコでやるのはね初めての温泉ライブだったのでね皆さん楽しんでいただけたんでしょうか。アーカイブ残っていると思います。内容的にもねちょっと YouTube では話せないようなことを暗いところ黒いところをたくさん話してますのでね気になる方は見に来てください。この部屋ね、ここの客室のお風呂はまた別に小さめなね、お風呂もついております。昨日はね、ここで頭洗ったりとかしたんですけどあれがね、見当たらなかった。私、シャワーを使う時の椅子とかがね、見当たらなくてどっかにあったんですかね。あとは体洗うタオルとかもね、見当たらなくてねどっかにあったのかもしれません。サウナっぽいよね、やっぱりね。サウナになったりするのかな。もう部屋にサウナとかあったら楽しそうじゃないですか。あ、ホルスに忘れてた。やばいやばい。今からですね、大浴場の方に向かいます。ここに温泉成分が書いてありますね。新鉛温泉、ナトリウムカリシウム硫酸塩泉、ラドン含有量、やっぱラドンが入っているんですね。わかんないですけど、私これの読み方は勉強をしていないので。それでは今から大浴場の方に入ります。すごいですね。荷物多いんですけど今からこっちの山の湯に入ります。荷物が多かったのでねちょっと一旦置いたんですけれども今からこちらの、ね、大きな山の湯の方に入ります。ほらご覧ください。ここが脱衣所なんですけれどもここにねちゃんと貴重品も入れられるロッカーたくさんついてます。でここがですねはい脱ぎ着するところです。広いですね。めちゃめちゃ広い。そしてこっちが洗面台がね、たくさん置いてあります。アメニティとかもね、本当にいろいろとね、揃えられておりますので、多分大浴場の中でここが一番広いところになるんですかね。こちらにはね、ドライヤーとかするところをちゃんと仕切りで区切られているところがね、ありました。このところもあったんですね。で、ここにね、戻ってくるわけでございます。では時間もね1時間いやもう45分しかないので着替えてね入っていきましょう。昨日はね別の大浴場に入ったんですけどもそこと比べて今入るところはね温泉の種類もね多いのでもうここが一番大きいところだと思います。今ねこの人ちょっともう何も着ていないのですぐお着替えができます。はい、それではね朝風呂楽しみましょう。行こう。うわ、広いですね。本当にいいところですね。この空間と。今一番下なんですけれどももう肩まで沈んでますね。これ何センチなんだろう。これ1メートル待って、ちょっと待って、ごめんなさい。ぴょんぴょん移動しかできないんですけど、これもう私の体から湯気が出てない。すごい熱いもん。
もうすごい整ってますね。158センチの女が入るとこれぐらいですかね。いいね。ヒノキの匂いする？今の時期は雪見露天が最高ですよ。でこちらね、水風呂